Bien le bonjour.
J'ai sauvé mon chat d'une chenille, j'ai faim mais je suis tellement chaud pour ce jeu que BLC. Qu'a veut dire bas les couilles? Messieurs, dames, démarrez les moteurs. ちょっと待った。スピード出してんな。見失うなよ。あいよ、今日は派手にやってやるぜ。まずは追いついてからだ。それそれ
なんだあいつら。魔物だ、追いつかれるな。お、気づいたぞ。逃げ切れるもんか。岩だ、避けろ。あぶねえ。いいぞ、行け。よし、離されるなよ。あともう少しで起き。してやれ。こいつ。どう？俺って強いだろ。アージ、チャンスだよ。任せとけって。本気出しちゃおっかな。どう？俺って強いだろ。キャン！やっ！くそ！ほい！やっ！よいしょっと。いいでしょう。よし、行こうぜ。ちくしょう。文句言うな。ちょっともらっただけ。またよろしくな。それにしてもな、こんなちんたらやってないでガバーッと国王んとこの水源乗っ取っちまえばいいのに。我慢しろよ。もっともっと人間が増えてからでも遅くないさ。じゃないとあいつら絶滅しちまうから。人間がいなくなってみろ。つまらないぞ、俺たち魔物はさ。やるよ、持ってけ。ありがとう。世の末だな。悪魔の王子ともあろうお方が人間に水をくれてやるなんて。俺たち魔物がいいことしたらおしまいだよ。うるせえ、成長したらいじめてやるんだよ。しばらくぶりの水だな。助かるぜ。
ご苦労ご苦労。王子、スライムのやつが死にかけてます。え？うっかり日差しの中で眠ってしまったようで、今ならまだ間に合うかもしれません。水を持って行ってやってくだされ。いいけど、どこにいるんだよ。ポルターと一緒だったそうなので、あの岩場の上ですな。まためんどくさいところに。そうそう、水が欲しそうなものがいたら、そやつらにも渡してやってくだされ。お前、自分の仕事を俺に押し付けてない？そんなことありませんぞ。わしは他にやることがあるのです。はあ、まあいいや、行ってくる。めんどくさいけど行ってやるか。岩場の上のスライムに。
限界。ほった、誰か水。ほっ、あ、何かに使えるかもしれねえな。もらっておくか。王子は何をされているのです？水を配ってやってんだよ。そういえばイズナたちが喉が渇いたと話しておりましたな。どうぞ届けてやってくだされ。あ、王子、ちょっとお願いがあるんだ。今度里の外に行くことがあったらラプトルの鱗を取ってきてよ。お願いね。大丈夫かよ。ほら、水持ってきてやったぞ。助かった。水を飲まずにどれくらい耐えれるか試してたら死にかけちゃった。ほどほどにしとけよ。気をつける。そうだ、俺にこれあげるね。ほっ、うん、喉が。おい、大丈夫か。水だぞ。おお、他の奴らに水を回してたら自分の分がなくなっちまってよ。もうちょっとたくさん人間から水を奪っとくかな。そうしてくれると助かるぜ。礼をしなくちゃな。はいよ。水持ってきたぞ。ってあれ、持ってよ。今ならまだ間に合う。かけろ、かけろ。声がでかいっての。どうよ、助かりそうか。まあなんとかなるんじゃね。ぷぅ、助かった。イエース、イエース、イエース、よかったなお前。だからなんでお前そんなに声がでかいんだよ。
もう日向で寝るなよ。だよな、今日も暑いもんだ。空はいつも通りか。ああ、なんでこんな世界になっちゃったかな。今から50年ほど昔、人間どもの愚かな行動と天変地異とが重なり、地上はこの大して広くもない砂漠が世界のほとんどになってしまった。それなのに残ったわずかな人間は懲りもせずバカな遊びを続けたのだ。その先が反乱軍のアジトだ。情報によれば協力者のピッチ人が恐ろしい兵器を開発しているらしい。我らが国を守らなければ罪のない国民に被害が出る。いたぞ、敵を殲滅するのだ。国王軍だ、ピッチ人たちを守れ。あのマシンを破壊されるわけにはいかない、絶対に守り抜け。そして懲りもせず続いた馬鹿げた争いは最悪の形で終わりを迎えたのだ。俺たち暗黒世界の似合う魔物にこの激しく眩しい太陽光線ってのはどうだろう。チッ、これが灼熱の荒野サンドランドである。
そんなサンドランドに足を踏み入れる者がまた一人。私は近くの町で保安官をしているラオと申す。実は魔物の方にぜひ力をお借りしたいことがある。どなたか話を聞いてくださる偉い方はおられるか。保安官がここに来るとはいい度胸だ。あなたがここのリーダーか。一番は大魔王サタン様だ。だがお前などには合わん。俺は悪魔の王子ベルゼブブ。よう言ってみろ。では単刀直入に申し上げる。ぜひ幻の泉を探し出す旅を手伝ってほしい。幻の泉？なんだそれ。私がこの砂漠のどこかに必ずあると信じている泉だ。泉があるって？この砂漠にか？バカ言うな。聞いたこともないぜ。根拠はあるのか？ウォーターフィンチという小鳥をご存知かな。この鳥は淡水性の小魚を食し、繁殖期になると必ず砂漠の北にある岩の巣に向かう。知ってるか、シーフ？確かにいましたな。しかしそれが泉とどう？私は昨日、ウォーターフィンチが飛んでいるのを見た。やってきた方角である砂漠の南のどこかに必ず小魚のいるような泉が存在するということだ。ここから砂漠の南への旅は常に危険が伴う。我々人間だけではおそらく半分も進めまい。そこであなた方魔物の中で腕の立つ者に同行していただきたいのだ。奇跡的に人間と魔物とで分け合うのかな？もちろんだ。希望ならあなたたちがその泉に住んでもらっても構わない。我々は定期的に水さえ手に入れられればそれでいい。それはあんたの考えか、それともあの国王の使者か？私だけの計画だ。あんな私利私欲だけに走るどうしようもない王だからこそ、我々の手で泉を見つけなければいけないのだ。悪くない話だけど、俺たち盗めば水くらいなんとかなるしな。やめろよ、格好悪いよ。人間と水で儲けてる国王には危険すぎるんじゃないか。よかったらこれも差し上げよう。
長い混乱で残った貴重なゲーム機らしいが。すげえ、ソフトもついてるぞ。俺サタン様に相談してくる。よう、スペクター、なんか面白い話ねえか。そうですね、王子はピッチ人をご存知ですか。ああ、聞いたこと。70年ほど前に宇宙から来たとされる異星人で、進んだ科学文明を持ち、人間に知識を与えたそうです。今はもう絶滅したと伝わっていますがね。王子は今度はどちらへ。サタン様に許可をもらいに行くんだよ。サタン様ならこの建物の中ですが。パパ？話は全て聞いていた。手伝ってやれ。我々のためでもある。あの人間は信用できそうだ。お前の修行にもなるだろう。ただし、
無事帰ってきたらゲームは1日1時間まで。明るい部屋で画面から離れてすること。わかりました。お許しが出たぞ。こいつで行くんだろ。俺たち何人乗れるんだ。荷物もあるからせいぜい2人か。じゃあ俺と。シーフかな。なんでわしが。お前物知りだし盗むのうまいじゃん。エンディエ王子、考えたのですが、空を飛べるやつがピューッと行けばいいのではありませんか。グダグダ言ってないでさっさと乗ってよ。さ、行こうぜ。王子、気をつけなよ。頼んだね。歯磨きも忘れんなよ。出発。まずは南に向かおう。ウォーターフィンチが来た方角だ。ところでさ、おっさん、どれくらい時間がかかる予定なんだ。ラオと呼んでくれ。そうだな、かなりかかるだろう。なあ、ちょっと運転させてくれよ。もうやめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか。運転は初めてか。まっすぐ走らせてもらう。このまま南へ道なりに進んでくれ。おお、なかなか筋がいい。その調子だ。ブーストで加速もできるぞ。戦い慣れているのだな。当然だ。ワルってのは強いもんだろ。もっと強くなって、もっとワルになってやるぜ。しゃ。魔物たちは普段何をしているんだ。へへ、聞いてビビるなよ。
人間たちが通りそうな場所に落とし穴を掘ったり、シーフなんてこの前漫画を盗んできたんだぜ。いやあの時はハラハラしましたぞ。どうだ、悪だろ。アクセルを踏むんだ。来るぞ、避けろ。今はエンジンの負荷も気にしなくていい。目いっぱいアクセルを踏むんだ。まずいぞ、飛ばせ。このまま逃げ切れ。目いっぱいアクセルを踏むんだ。スピードを出して逃げろ。うまいぞ。下地流に追いつ、目いっぱいアクセルを踏むんだ。スピードを出せ、追いつかれるぞ。なんとか逃げ切りましたね。大したことなかったな。 いきなり水と食料を失ってしまった。誰も住んでねえのか。廃村のようだな。村の奴らはどうしたんだ。この辺りは治安が悪い。でどうするのじゃ。水も食料もなくしてしまっては引き返すしかあるまい。ここから少し走ったところにタルボという町があるはずだ。金に余裕はないが、そこで何とかしよう。他に方法はなさそうだな。んじゃ、その町に行ってみるか。さあ、車に乗って進むとするか。運転なら任せろ。あの岩のアーチを目指そう。その先に町が見えるはずだ。へえ、楽しみだな。
やはり昔は良かったか。どうかな。こんな世界になっちゃったのは最悪だけど、人間は昔も今も問題あるからな。そいつは認めるが、あんたら魔物ほどじゃあるまい。俺たち悪さはするけど殺しまではしないぞ。冗談だろ。言い伝えでは大昔から魔物は人間は大昔からずっと都合の悪いことが起こると魔物のせいにしてきたんじゃよ。川が枯れた時もそうじゃな。我々はあんたたちを誤解していたのかもしれんな。と言って勘違いしてもらっちゃ困るぜ。悪なのは確かなんだから。なんだあの岩、へんてこな落書きがあるぞ。あれは盗賊団の縄張りを示すペイントだ。あのペイントの近くには盗賊がたむろしていることがある。へえ、面白そうだな。お、カモがやってきたぞ。あ、10日ぶりだぜ。なんだ四輪ともパンクとは。さっさと身ぐるみいただいてしまいなさい。逆らったら殺してもいいわよ。こいつはお前らの仕業か。おい見ろよシーフ、あいつらの間抜けな格好。でも方向性は王子と似ていますぞ。なんて失礼な。分からせておやりなさい。うらいい感じだな。ほいだな。じゃん、うりゃっ、うりゃっ、ほいじゃん、やっ、うりゃっ。もう頼りにならないわね。今より悪だなんて許されると思うか。生きてたかおっさん。ああ、おかげでな。それにしてもさすが悪魔だな。信じられん強さだ。なんてことねえさ、こんなやつら。そんなことよりどうするね。この車は走れるのか。いや、これではとても走れん。しょうがない、タルボ町まで歩こう。すぐだ。歩きかよ。やれやれ、まったく。さほどの距離じゃない。ほら、あそこに見えているだろう。ほんとだ、行くぞシーフ。はいはい、わかりましたよ。
タルボってどんなところだ？かつては鉱山町として栄えた、この辺りで一番住人が多い町だ。タルボといえばアクアニウム鉱石が取れる鉱山があったじゃろう。アクアニウムか。今は枯渇して鉱山も閉鎖されたと聞いた。やれやれ、取り尽くさずにおれんとは。これだから人間は。もらっておくか。おっさん、あれじゃないのか。ああ、タルボ町だ。あんたたちはここで待っててくれ。魔物がうろうろすれば騒ぎになる。ここは私が行ってこよう。待てよ、水と食料だろ。シーフがタダで盗んできてくれるさ。いや、結構。私は保安官だ。それはまずい。あんまり金持ってないんだろ。無理することないさ。シーフはプロの泥棒なんだ。衣装持ってきたんだろ。はいはい、わかりました。王子、ちゃんと持ってきましたよ。スタイルが乱れるんだよな、これ。なんだその格好は。この格好ならいざという時に見つかってもごまかしが効くのだ。では、あれは、ほう、バイクではないか。しっかり整備されとるみたいじゃ。最後はこいつで逃げるとするか。さて、あとは必要なものをいただくだけだが。お、ちょうど良さそうな食料があるじゃないか。他にもまだいただけるものがありそうじゃな。よし、さっさと集めて戻るとしよう。Thank you.
国王軍に渡す今月の徴収物資はこんなもんだな。働いても働いても国王軍が持っていく。おお、これは国王軍に納める物資なのか。国王軍のものなら遠慮はいらんな。もらえるだけもらっていくとしよう。調子で行けば楽に終わりそうじゃな。うん、なんじゃボロロ牛か、ま、いい食料になりそうじゃが、連れても見逃してやるからさっさとどっかに行くんじゃな。疲れた。ちょっと休憩っと。こんな時はボロロ牛ちゃんに癒されたいな。あの毛並みが最高なんだよね。あ？え？スピノ町かい？それならもっと南の山に囲まれた見つけづらいところだよ。あんた、あんな寂れた町に何か用でもあるのかい？あの小娘、見たところこの辺りのものではなさそうじゃな。おっと、そんなことより早く食料を探さねば。お兄ちゃん、ナパス基地の配達私が行くね。いや、あれは戦車の部品だ。重いからオイラが持っていくぜ。戦車？今までナパス基地に戦車なんてあったっけ？知らねえけど、パーツがいるんだからあるんじゃねえのか？いいなあ、戦車。一度でいいから改造してみたい。やめとけ。お前の未熟な腕じゃ壊しちまう未来しか見えねえよ。もう、お兄ちゃんはそうやってすぐ私を犯人前扱いする。おお、戦車とは。こりゃ王子にお知らせしなければ。知らない子にスピノ町の場所を聞かれたよ。スピノ町？
ずいぶん昔に反乱軍の拠点になってた町だよ。国王軍に攻め落とされて今は廃れてるって話だけど。そんな町に何でまた？わからないけどちょっと気になるね。その子おかしなことを考えてるんじゃないだろうな。まさかとは思うけどね。わしらには関係なさそうじゃな。よし、水も食料も集まったな。こんなもんでいいじゃろう。それにしても戦車とはいい情報を聞いたぞ。しゃっしゃと王子の元へ戻るとするか。物資の準備はできているか。今月は少し少ないな。まあいい、来月もまた頼むぞ。おい貴様、見かけん顔だな。待て、なぜ逃げる。怪しい奴め、捕まえろ。待て、あの小娘のバイクじゃったか。仕方ない、歩いて戻るとするか。王子、水と食料を手に入れましたぞ。早いな、さすがだ。もう戻ってきたのか。さらにとっておきの情報を手に入れましたぞ。ナパス基地とやらに戦車があるらしいですぞ。戦車？すげえ。奪って車の代わりに乗っていこうぜ。いや待て、そう簡単に奪えるものではない。でも車欲しいじゃん。歩いて幻の泉に向かえってのかよ。ひとまず基地まで行ってみるか。いい案が浮かぶかもしれん。よし、決まりだな。ナパス基地ってどこにあるんだ。ここから東に進んだところだ。そう遠くはない。国王軍の警備が厳しい場所だから、まずは慎重に偵察しよう。ありがとうございました。で、ナパス基地ってどこにあるんだ。ここから東に進んだところだ。そう遠くはない。国王軍の警備が厳しい場所だから、まずは慎重に偵察しよう。タルボの人たちには悪いことをしてしまったな。
水と食料を盗んだことを言っておるのか。ああ、余裕のない暮らしの中で大きな痛手になったことだろう。国王軍に持って…待て。検問所か。見つかると面倒だ。さて、どうしたものか。あ、なあ、あっちから風の吹き抜ける音がするぞ。風？あれは洞窟か。岸側に道がつながっていれば。検問所を迂回して基地の様子を偵察できるかもしれん。よっしゃ、じゃあ行って調べてみようぜ。